はい、皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。はい、本日は婚姻記念日でございます、はい、結婚記念日というやつでございますね。ありがとうございます。はい、ルブランというところ、ルブランというところ、松本駅からほど近い、うん、はい、そのようでございます。入ってまいりましょう。はい、はい、というわけで中に入りまして、素敵なところへ通していただきました。素敵なところでございますね。そして今日ね、貸し切り、貸し切りこちら、カモのお肉はミンチのリエットですね。その上にこちら、イブリガッコがまぶしてあります。あ、はい、何でしたってこれ、もうこれでやるちょっとしたオードブルらしいよ。オードブルでございます。食べてみよう。はい、はい、じゃ手いくよ。確かに、でも、もう中行くね。くっついちゃうかもしれないよ。よかったね。くっついちゃうかもしれない。はい、いただきましょう。うん、くっついたうん、いきなりくっついたね。うん、くっついた。うん、何言ってるか、さっぱりわからないさ。ツナかな、シーチキンパ、うん、おいしい。あ、なんだろう、パリパリする食感のもの、うん、ちょっとモナカにくっつきすぎてちょっと気を取られすぎたんだけど料理にモナカって意外と合うね。あ、ほんとまだくっついてる。まだ乾杯前なんだけどね、くっついてる。乾杯前そうなんで私が信州産モモジュース、これがベリーレモネードだったっけ、うん、13年間はありがとうございました。これから10年目はまたよろしくお願いいたします。それでは乾杯。乾杯。耳、なんかお酒みたいな味、うん、今日は酔っ払っちゃうのかな。ノンアルコールですからね。昨年飲んだかな、タヌキイモマス。タヌキイモマス飲んでた、昨年じゃねえか。昨年どうだったかな、ちょっとみんな振り返ってみてその前はなんか酔っ払ってこういうサムネイルだったかもしれない。あ、そうだね、酔っちゃったかもみたいなやつだな、ね、うん、今日は半角で酔うつもりです。耳のマリッカ、その横はスペイン産生ハム、フランス産のグリーチーズ、そしてパテのカンパーニュ、ほうれん草とベーコンのキッシュになっております。何から食べたらいいんだろう、うん、なんとかのキッシュから食べてみる。はい、なんとかのキッシュね。なんとかのキッシュから食べてみる。もうわからないね。もうわからない、うん、いただきます。はい、うん、ふわふわ、おいしい、うん、いいですね、うん、ほうれん草かな、うん、ベーコンかな、キッシュだと思う。そっか、わからないけどもねこれなんだったっけ、もう一つも覚えてないですけど、うん、エビとトマトしかわからない。スパムじゃないね、これスパムじゃないよ。おいしい、うん、おいしい。でもなんだかわかんない。え、なんて言ってたっけ。振り返ればわかる。じゃあ振り返ることにしよう。これはね、覚えてる、うん、フランス産の癖がないチーズ。あ、確かに癖ないわ、うん、はい、あ、どうですか、絶妙絶妙絶妙なもので良いですね。耳にござります、はい、うまく食べれない。私結構ね、いい食べ方を思いついてね。どうやって食べるの。チーズを使っていろんなものをくっつけて食べると綺麗に食べるこういうの。そう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 、チーズを取ってでそれにくっつけて食べる。くっつくわ。そうそれぞれ食べるの。美味しそう。そうそう、食べる前に今良い良い子は真似をしないでください結果的に綺麗なのね。そうか、うん、で美味しいしね、ちゃんとチーズ混ざって、うん、そうだね、うん、いい食べ方だ、いいでしょ、うん、考案した私。公式みんな使ってよいよ前菜公式の食べ方食べ方エビをね、うん、最後に打ち取ろうと思ってるんだけど、どうやって打ち取ったらいいかな前菜のうちにエビが出てくると確かに打ち取るわけだね。そうだね、足軽でした。キャビア乗ってるから結構だと思うんだよ ね、 そうね、どのぐらいの役職ですか ね、 すごいね、足軽大将です。先に首を取る。上限だった。上限のエビ。上限の。上限のエビ打ち取った。じゃあキャビアごといただきますね。うん、どうでしょう。美味しいか。うん、上限の首を打ち取った後食べないと思うんだけどね。体はね、美味しいらしい。美味しいね。うん、なんで並べようとするんですか。小さいエビになってしまう。うん、美味しかった、ね。小さくなってくるんだよ。鬼だからさ、だんだんと消えちゃうかもしれない。上限のエビ、ちゃんと調節するんだよ。ごちそうさまでした。美味しかったね。こちら、しじみとキクイモのポタージュスープ。あ、思います。キクイモと、うん、しじみですね。しじみだ。うん、今、しめじかと思ってた。しめじは多分味出ない。あ、美味しい。美味しい。うん、思ったよりサラッとしてて。あ、ほんと。あったかいから早めに、早め、ちょっと冷めちゃうから早くして。冷めちゃうから早くして。冷たいよ。やめかい。自家製バター。うん。あんな
いいね。バター美味しい。生クリーム感あるよ。あ、ほんと？うん。ハモス、タケノコのラグーン、塩味が出たパスタの種類。へぇ、はい。なんとかの、あ、タケノコとラグーンのペンネのパスタ。カモってどこ行っちゃったの？カモって言ってなかったの？言ってないよ。ほんと？じゃあちょっと見てみてよ。あとだね。ハモス、タケノコのラグーン、塩味が。タケノコとラグーと、え、これラグーで合ってる？適当なこと言ってると思った。ビミ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 いいね。ペンネしっかりコシがある。麺、うん、で言うと固めです。ラーメンで表すと分かりやすい、うん、なるほど。そう、特に残念ながらラーメンみたいな食べれないね、このパスタだと。確かに。乗りながら食べてる人がいて全然進まないね。このどうしたらいいですか皆さん。美味しく食べてるんです、うん、とか味わいながら、うん、いつまで乗ってるんですか。終わったよ。はい、食べて。はい、食べて。まだ終わってない。カモスのモニョクモン。うわー、美味しそう。九州産豚肩ロースのソテー、はい、オレンジのビネグレットソース。はい、ありがとうございます。カモ肉のコンフィで合ってる？コンフィ？ちょっとラグーと混ざっちゃった。カモ肉のラグーだったなんて。え、これもしかしてこれこのまま食べるわけじゃないの？ケンタッキーフライドチキンみたいに食べれそうな雰囲気じゃない？その肉食女子でいく。うん、うん、あれこれ、コンフィ美味しい。美味しい。うん、玉肉こんなに大きい玉肉初めて見たんだけど。はい、では続きまして私のね、豚ロースの方を。これはラグー豚ですか？違います。今日はちょっとラグーを引っ張ってるらしくて、うん、ラグーね。ほら、伸びないよ。ねえ、美味しいね、うん、うん、これさ、うん、走るしかないのかな。確かにそこ骨がこういうものが届いたわけだから、うん、これは宿命なわけだ。かじる宿命なわけだ。かじらなわけだね。隣に驚いてる人もついてるんだよ。驚いてるでしょ。かじるんですかっやってるらしい。これが顔描いてる、顔描いてる人くかじるんですか。驚いてるんですか。作っちゃうと寂しくなっちゃうよね、うん、いただきます。はい、いただきましょう。麺食動物で肉にかじりついておりますね。これ珍しいですよ。獣のように食べております。いいですね。いいですね、これ。足かな。足っぽいな。ね。足つけたよね。立派そうなったな。肉を完食いたしました。そして最後に草が残っております。人かもしれない。緑色の、あー、出てくる。人食べなきゃいけない。身をつけて食べづらくなってしまった。どうやって食べたらいい？一口で食べていけない。見つけちゃったからな、うん、私を頼むと思うんですか。ちょっと綺麗なドレス着てあげる。これドレスだね。本当ドレスみたいになって余計食べづらくない。これ見違えたわって言ってるよ。一口で食べちゃうから、うん、なんか愛ちゃん可愛い。可愛いじゃん。いいのよ、調整すると余計食べづらくない。じゃあ何する、はい、頭から一思いちょっと可愛い。感受性が豊かすぎて食べるの。一口でいきました。声が聞こえるかもしれない。あれ大丈夫かな。食べちゃった。大丈夫かな。クレームダンデュとはこちらですね、はい、フレッシュチーズと生クリームを使ったチーズのスフレケーキ。あ、そうですか。リンゴとほうじ茶のジュレも入っております。ハッピーアニバーサリー。いいアニバーサリーでございます。どうぞ。乾杯できるよ。乾杯するの。はいよ、乾杯。リンゴのコンフィ。コンフィでもない、リンゴでもない。下リンゴって言ったよ。ほうじ茶って何？ほうじ茶とリンゴのジュレ。チーズケーキ。チーズケーキです。美味しい？うん、美味しい。いいですね。特に意外とこれあれかもしれないよ。数一個余るかもしれないよ。二つあると思うよ。一つだよ。嘘でしょ。うん。大変だというか争奪戦になってしまう。美味しそうに盛り付ける、うん、飾り付けにしてもいいよね、そうしますよ。そこしか食べないんだ結局。せっかく作ったのに顔つけたりとか飾り付けたりするとそれ食べれなくなっちゃうでしょ。あいいですね。コーヒーを一口どうぞ。うなずいてますね。あ、ちょうどよ、うん、わらはこのコーヒー好きだ。あ、ほんと。もう一個の争奪戦残ってるんですね。そう、これ食べていい。ありがとう。ありがとうじゃない。食べていいって聞いてるの。食べていいよって言ってる。いいよじゃない。食べていいって聞いてるの。嘘じゃろ。争奪戦なんだ。平等。
たのにどうするの、切るの、切れた、切れた、切れた、両方にしました。はい、これでちゃんと秒で食べれるね。よかったよかった、見てたし見てたしです。これ意外とチョコもこれ、ね、美味しいんで、これ食べれるんだよ。これ全部食べちゃダメだ、フルバラも食べる。あ、そうなの。そうザードトークも、こういう時こそチーズが役立つのかな。そうなんだよ。でも美味しくないかもしれない。はい、完食いたしました。はい、ごちそうさまに、ごちそうさまにございました。いや、便利でしたね。便利じゃった。というわけでね、14年目も一緒にね、頑張ってまいりましょう。おめでとうございました。はい、おめでとうございました。本日もこの黒板とコメントと、はい、チャンネル登録を、はい、よろしくお願いします。ここが流れていないんですけど。結局流れてるから大丈夫だって。てでしょ。はいはい。はい、分かるから。終わらないじゃん。終わらないじゃん。ハッピーアニバーサリーを残して食べる。あ、そうだったね。食べちゃったね。ハッピーチャンネル登録を、ハッピーチャンネル登録を、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではまた、ごきげんよう。ごきげんよう。